はい、制限速度いっぱいで走っております。おー、珍しく渋滞ですよ。ここで渋滞は危ないですね。ハザード点灯させて追突回避します。怖いよね、こんなとこで渋滞、追突あるんで。あ、愛知県警さんなんか来てるね。事故かな。あー、なんか車線乱れてるんで事故っぽいですね。事故ですかね。あー、事故みたいですね。珍しくこの22号の清須手前なんですけどね、岐阜方面の。何かすごく乱れてるんで車線が、ああ渋滞かなと思ったら、警察車両のね事故処理の車もいますし、どうやら事故ということです。まあいった突発的な現場あるんでね、事故の現場とか、すぐさまハザード点灯させて後続車にね注意促してほしいと思います。追突されないようにね。あー、なんか一車線だけしか行けないような状況になってるってことですね。うん、どんどん私の車線の方に流れてきてますもんね。で、右の車線、一番右の車線に1台止まってますし、うわ、すごいガラス散乱してます。結構ひどい事故ですね。おい、これ救急車呼ばないといけないんじゃない。これみんななんでこれ行かないんですか。これ救急車呼ばなきゃダメでしょ。これちょっと手助けに入ろうかなと。大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫ですかね。今警察の方が、あ、救急車呼ばなくても大丈夫、お願いします。ちょっとやっぱり運転手さんダメみたいです。で、警察官の方は警察呼んでくれるみたいです。じゃあ私はもう寄ることはなさそうなんで帰りますけどね。はい、再出発気をつけたいと思います。事故ですね。3台が絡む事故のようです。右の車線の、私声かけた方、ドライバーさんもちょっと朦朧としててまずそうだったんで、救急車呼びましょうかと声かけたら、ちょうど警察の方が駆け寄ってきてくれて、警察官の方が大丈夫かとドライバーさんに尋ねられて、ダメみたいだったんで警察官の方が救急車を呼んでくれてました。結構緊迫した場面でね。まあ本当にああいう場面見たらみんなでね助けてほしいんですけど、もうほとんどの人がスルーされてましたね。あれ1秒でもね治療を受けられたら助かる可能性があるっていうかね。まあちょっと緊張した場面だったんで、今ちょっと まあ常にねああいう場面あるんで安全に行ってほしいんですよ。できれば後続車の方はね救急車呼びましょうかとか声かけてほしいんですよね。簡単にできますからね。大丈夫ですかと、で意識あるのか脈があるのかも確認したりして、まあ、人命救助に努めていただきたい。そんなちょっと怖い瞬間でした。運転手さんかなり意識朦朧としてまして、ダメみたいですっていう感じで、救急車呼んでくださいという感じでしょうね。3台が絡む事故はあまり見ないんですけど、運転手さんも乗ったままこうこんな感じでね、あーダメ痛い、そんな感じだったんで、本当はもう私の前にもうつるっこどん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 行った人
いましたけど、みんなね、声かけてほしいですね。まずああいう事故現場でまず誰も来てない時ってもう事故起きた直後なんですよ、もう間違いなく。だからドライバーさんの安否をね見てほしかったんですけど、皆さんスーッとね、何事故ってんだよって感じで行ったのかな。まあね、心配だったら声かけると思うんですけどね。まあ、そんな瞬間が今ありました。警察官の方はね、もう本当走って駆けつけて来られて、本当にね、あの方が事故ってね、怪我された方、一日も早い回復に乗ってます。皆さんはどうかね、事故をまずしない運転をねしていただきたいなと。常に安全運転お願いします。